ソフトバンクが強すぎる件。ソフトバンクが17安打、10得点の圧勝で、日本ハムに同一カード3連勝。貯金を今季最多の28とした。完勝だった。4回に栗原の7号ソロで先制すると、6回には正木のタイムリーツーベースで追加点。8回には近藤のタイムリーツーベースを皮切りに一挙5点を挙げて、試合を決めた。投げては先発、モイネロが6回5安打、無失点7奪三振の好投。その後はヘルナンデス、杉山とつなぎ、9回に守護神オスナがレイエスにツーランを被弾したが、勝ち切った。前回の日ハム戦に続き、3立てできて最高の気分。今日も、正木広瀬の KO コンビが躍動。主力選手たちが怪我で離脱しても、新しい選手たちが活躍して安心感があります。若手が活躍するチームは見てて清々しいですね。打線のつながりはいいが、オスナは球のキレがないし、低めにコントロールされていない。球のキレがないから、球速が150キロを超えても、パワーヒッターにはホームランやスリーベースを献上してしまう。今日は大量得点に助けられたから良かったが、これが同点や1点差の終盤だったら負けゲームになる。9回1イニングにツーランホームランとスリーベースは印象悪すぎるよ。1点差とか2点差でランナーを出したら雰囲気がガラッと変わってしまいそう。こんなに防御率が良くなくてセーブ数を積み重ねられているのは、ある意味すごい。先発、中継ぎ、セットアッパーと盤石の投手陣の中で一番の不安材料が抑えのオスナという。今一度、しっかりと調整をさせた方が良いのでは。山崎福也、伊藤、加藤と日本ハムは3立てを狙ってきましたが、ホークスが返り討ちに。2位以下のチームは、リーグ優勝を考えず、CS 争いライバルたちに勝つことを考えるべき。さすがに差がつきすぎました。貯金が28もあるし独走状態。オスナ、山川が不調なんだがな。オスナは山川同様、カバーしながら行くしかない、それができるチーム状況なんだから。